あなたの心にいるハート。コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートでーす。今日の企画が、いるハートクイズっていうのをね、やるってことなんですけれども、まずよ、いるハートクイズ、いず何って感じじゃん。ってことでね、ちょっと説明をね、最初にしてもらいたいと思います。はい、お願いします。ですよね、だってイルハートちゃんの好きな食べ物はとかそんな優しい問題のはずはないもんね。まあね、まあね、簡単かどうかは分かんないけど、さ、頭でさ思い浮かばなくても体が覚えたりとかさ、なんか口が勝手にこう動いたみたいな、そういうのがあるかもしれないから、まあそういうのだったらバッチリ成功するんじゃないかなと思うので、早速やっていきまーす。よい、大好き。なんかさ、絶対さ、コンパイルハートのスタッフのことだから、まともなクイズじゃないと思うの。第1問もらいましょう。お願いします。じゃあ、イルハートちゃんが新しい挨拶を考える回でした挨拶、いつ？キャッチコピーみたいなやつを考えようって言って、あれをやったんだよ。ってやつと、よっポンコツ信者ども、あとさ、キラッキーってしたんだよ。そう、それは覚えてんの。でも自分の挨拶も覚えてないんだよね。でも引っ掛け問題という可能性もあるじゃない。ほらひねくれてるから、ここのスタッフ。OKOK いきます。はい、ペポン。結局あなたの心にいるハートが一番だ。どうでしょう。どん。答えこちらです。公式 VTuber に私はなる。公式 VTuber に私はなる。どやー、このぴょこぴょこぴょこをお前に預ける。はい、そんなことを言ったけ。惜しいね、惜しい惜しい。まあ、はい、じゃあ第2問目いきましょう。お願いします。ダム、イルハートちゃんのアドベンチャー企画といえばときめきイルハートですが、第1弾でイルハートちゃんが原始時代にタイムスリップして友達になったマンモスの名前は、はい、中岡千夏ちゃん。中岡千夏さんはさ、イルハートにとって生涯のダチじゃん。忘れるわけないよそんなの。中岡千夏さん今何してんだろうね。どんな最後を迎えたのか忘れたんですけど、はい、それでは3問目いきましょう。お願いします。ダン、イルハートちゃんのデビューソングといえば大好きですが、楽曲中に好きと何回言っている。歌っまあ多分覚えてるから歌えばわかるはず。ここからやるのってね。でん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 、イルハート非公式なの、早く公式になりたい。何するじゃないですか。なのでこの問題は制限時間10秒。待って、すっげー、待って、すっげー、実況やりたいけど早く用意してよ。ダメ、おかえり、サビまで行かない、サビまで行かない。噛んでいくよ。ピンポン、はい、ピンポン、36×3。なんか1回でさ36回ぐらい言ってる気がする。え、いや、そんなに言ってないかな。で32回×3、待って、3、90、94、96。どうでしょう。あはははは、待って、正解は
言わなきゃ正解だったじゃん。32っていう数字が当たってるっつうことは、まあ、大体正解みたいなもんよ。そうでしょ。ということで今回のイルハートクイズ3問中1問正解で、まあその中岡ちまちさん以外は完璧に答えられなかったわけですけど、私はさ、過去をね振り返らないんですよ。今を前向きに生きることに一生懸命なんです。今を生きるっていうのがやっぱ大切なんですよ。だから生きてるんです。 VTuber も生きてるし、あなたも生きてるし、そうこのクイズだって生きているんです。結論ですよ、何が正解かって答えるその時々によって違うって思うんです。だからさ、なんかそれをさ、まあ、お約束みたいにさ正解してしまったらそのクイズは死んでいます。思ったんですけど、最近さ振り返り企画みたいなちょっと多すぎません？まあ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 、ですよね。まあまあまあ。まあ、そういうことなら仕方ないですね。どうせ、まあやることに困って、まあ、まろやかに言わなければネタ切れで振り返ってるだけだと思うんですけど、いや、なんか、実はこう、コンパイルハートのスタッフってこう、信じれないなっていうか、いや、なんかいいんです。私がちゃんとこれからもね、この YouTube 動画盛り上げてあげるんで、好きなだけね、イルハートの過去の動画見てくれていいですよ。いつでも付き合ってあげますから。昔を思い出しつつね、最近、イルハートのことをね、見るようになったよーっていうような、イルハートのみんなはね、今も昔も似たようなことやってんなーって思うかもしれないんだけど、昔のコンテンツは、今とはね、結構違った挑戦とかもね、いろいろやってるので、ぜひ見てほしいなって思います。あと、初期は、なんか、声が違う。ってよく言われるんですけど、そんなことないんだよ。バーチャル YouTuber モードに切り替えれば、初期の声、いつでも出せるんだよ。はい。ということでね、みんなもさ、この過去の動画とか企画で、これ面白かったからもう一回やってとか、そういうのがあったら、ぜひ教えてください。それでは、また来月も遊びに来てね。以上、イルハートでした。バイバーイ。